こんにちは、フェルナンドこと拓也です。現在スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島にいます。昨日は大変でした。宿に人がいないなんて初めてです。宿を変えます。宿を探しながら世界遺産サン・クリストバル・デラ・ラグナの街を巡ります。それではどうぞ。3月12日テネリフェ島サン・クリストバル・デ・ラ・ラグナの宿の中庭です。昨日この宿に人がいなくて大変な思いをしました。今日もいません。メールでやり取りしていて朝食8時のはずですがいません。ちなみに時計の上温度計になっています。13度です。エジプトのあの暑さは何だったのでしょうね。食堂に朝食が用意されているのに気づきました。勝手に食べていけということですね。スーツケースを宿に置いて今日の宿探し兼市内見物に出かけます。スペインの家の作りはパティオが中心です。なので外観からはその良さが分かりません。エジプトとの比較になりますが山は緑で空気はきれいです。渋滞するんですね。学校に子供を送る車で渋滞だったんですね。後で分かったのですが赤の山のデザインの車ドラダというビルメーカーの車です。ところでこの町サン・クリストバル・デラ・ラグナは世界遺産に登録されています。世界遺産の町に泊まっていたんですね。世界遺産に登録されているというだけで来てしまいました。エジプトまでの旅行は日本で大体のことを勉強してきたのですがここラ・ラグーナは全く抜けています。ガイドブックもありません。教会ですがどういういわれがあるのか分かりません。というか教会だらけです。目立つ建物をレポートするしかありません。ランドマークの鐘楼があるラ・コンセプシオン教会です。門が開いているので入ります。エジプトの感覚を捨てなければいけません。無料です。ステンドグラスも綺麗です。小学生も社会見学に来ました。テネリフェ島にある世界遺産なので海が見えるのかと思いきや全く海の片鱗もありません。写真はラ・コンセプション教会の裏手です。街の中心にあるカテドラルで大きすぎて写真に収まりきれません。大勢の観光客が押し寄せています。避寒地としてヨーロッパ系の人が訪れるようです。ここは博物館です。テネリフェの歴史と文化を展示しているようです。この地図が分かりやすい。実物はもっと分かりやすい。モンターネスの家です。その中庭でコルドマを思い出させます。ラ・ラグナは大航海時代の植民地政策のモデルとなった都市です。新たな外区を都市計画に基づいて開発しました。スペインとして要塞を持たない最初の都市です。本日の宿を探さなくてはいけません。3軒当たろうと思います。1軒目は昨日の夜訪ねたホテルアゲーレで1泊約55ユーロです。2軒目はここラ・テレラ・ユース・ホステルです。相部屋しかないとのことで断念します。観光しながらもう1軒のホテルに向かいます。
写真はサンファンバウティスタ修道院です。この後も教会やら由緒ある建物が続きます。見どころが34箇所もあります。アデランタド広場に来ました。その広場の前に立つホテルでニバリアホテルと言います。良さそうなホテルですが満室です。右下がニバリアホテルで、左上がランコンセプション教会、真ん中にカテドラルがあります。ホテルアゲーレはラ・コンセプション教会とカテドラルの中間です。結果ホテルアゲーレに決定します。救急車とパトカーが止まっています。一度前の宿に荷物を取りに戻ります。すべてが徒歩圏内です。宿にはまた誰もいません。鍵を置いて宿を出ます。ホテルアゲレはこの通りにあります。昨日の夜来た時とは印象が全然違います。正面がラ・コンセプション教会で、この左がホテルという位置関係です。ホテルアゲレ、世界遺産の街の真ん中にあります。パティオも見事です。廊下もクラシックです。スタッフもフレンドリーです。部屋も綺麗です。最初からここにすればよかったのですが、 booking.com にはこのホテルが掲載されていませんでした。ホテル併設のカフェです。お昼代わりにケーキを食べます。これで十分です。落ち着いたところでまた世界遺産の街ラ・ラグナを堪能します。バスもあるようですが徒歩で回れますし、主だった道は車両進入禁止です。市内にあるスーパーです。よく見ないと分かりません。世界遺産地域の建物や表示はいろいろと規制されているようです。見覚えのある通りです。昨日泊まった宿のある通りです。一回りしてホテルアゲレに戻ってきました。一つ星ですが風格と優しさがあります。スーパーで買った食材です。何せワインが1本 1.8 ユーロです。ロビーのこの場所居心地いいです。明日はテイで国立公園を訪ねます。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。